質問がなければ5秒後に始めます。7番さん、運転中ですか？はい、すいません。何ですか？運転中ですか、7番さん。はい、7番さん、今、運転中です。運転中の方とやりたくないので、キックされなければ、私は退出します。出てきます。すいません。なんで運転中ダメなの？まあ、人狼に集中できないでしょ。チャットも見れないし、あと危ないしね。うん、単純に危ないですからね。事故したらね、怖いですからね。偉いな、なんか。まあ、2番さんの優しい気遣いですよね。まあ、運転中、暇やけんね。まあ、わかるんですけどね。まあ、危ないですからね。ちょっと僕に運転中ですかって聞いてもらっていいですか？5番さん、運転中ですか？はい、7番さん、点呼お願いします。7番です、お願いします。はい、ルール説明します。この部屋は初日がみなし、ランダムショーの超人気9人局です。なので、陣外さんは、占い師語るときは気をつけてください。で、COCCO に関しては初日の1週目は口頭、初日の2週目からはチャットでの COCCO ありとします。で、チャットの使用については2週目以降の COCCO と2日目以降の占い結果、霊能結果とトラブル時のみのチャットは、OK とします。質問がなければ5秒後に始めます。はい、始めます。よし、今日も一日頑張るぞい。ガー。まもなくゲームスタート。おお、狩人。身分を確認してください。これちょっと潜伏でやってみましょうかね。目を閉じてください。潜伏、まあ、とりあえず1周目は出ずに。まあなんか意見まとまりそうになかったりしたときは出るって感じにしましょうかね。で、もう出ないんだったら出ないで最後まで行った方がいいですよね。まあ個人的には出た方がいいと思うんですけどね。動画ね、上げまくってますんでね、よかったら見てくださいね。もうツイートとかもせずに上げまくってますんで、見てくださいね。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。5番のプレイヤーは発言してください。まあとりあえず霊能使用しときますか。はい、皆さん、はい、僕が霊能ですね。はい、俺が進行しちゃおうかな。うん。今日どこ釣ります？まあ俺だけが霊能を確定して、まあ多分ね、占いに2人もしくは3人か。うん。占い2人だったらグレーから行きますか。3人だったら一番新芽がないところから行く。うん。まあ、これか。これでいいんだよな。うん。まあ、とりあえず例の俺一人でしょ。うん。ということで、さあ、どこ釣ろうかな。2番さん釣っちゃう？ 2 番さん狼でしょ。ギク。6番さん？あ、隣に6番さん狼かな。じゃあ、6番さんに回しますわ。狼の6番さんどうぞ。6番のプレイヤーは発言してください。はい、占い人 CEO ママねで占い師です。7番さんは占って、白出ました。で、5番さんは、霊能ということで、では最初に、進行もしていただいてありがとうございます。これもう偽だな、両方偽だな、これ。9人村なので、太鼓の占い師さんがもう1人もしくは2人出てくるかと思いますけれども、その中でも新芽を取り入れるように、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。両方2世なんじゃないですか。7番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。私が真の霊能でございます。7番なので、5番さんが私目線人外確定でございます。おそらく強靭なのかなと思っております。はい、まあ、5番さんの発言でね、とりあえず霊能使用しとこうかなと、真だったらとりあえずとか言わないでしょうっていうね、まあ、それぐらいしか拾えてないんですが、今のところそれだけは言っておきますというところ。はい、で6番さんは6番さんで7番さんを占ってとか言ったのかな、よくわかんないけど。そうですね。これも聞き間違いだったらすいません。ここ乱視の村じゃなかったっけなとか思いつつ、6番さんちょっと暗いなとか思っておりました。ただ私は真の霊能でございます。資料でございますので、囲いは等はございませんというところだけは言っておきましょうかね。はい。っていう感じかな。うん。うん、それぐらいしか言うことないですね。とりあえず最高、うん。誰も待っておきましょうかね。ワンチャン6、真もあるけど、ワンチャンね。まあ、そんな感じ。以上。8番のプレイヤーは発言してください。うん、6番さんの占って発言。ここは乱城ではっていう話なんですね。うん。うん、村人仕様からの即座に占いスライドからの破綻という大どんでん返しのストーリーが5秒間の間にしてましたね。そうだね。というところですかね。それが雑感。もうそれだけで自分は5番、7番の話が吹っ飛んだというところですかね。真の占い師は出てきてください。うん。まあ、気をつけろっていうところですかね、今度から。うん。6番さん、強靭の可能性もあると思ってます。6番さんが強靭であれば、このレギュレーションに慣れていないから、占い師使用した。めっちゃそれわかる。言っちゃダメだけど、すげえわかる、それ。可能性も十分にあるとだけ言って。それめっちゃ思った。そう、6番さん強靭じゃねって思ったんだよね。考察述べたいと思っています。めたいけどね。めたいけどめっちゃ強靭な感じするよね。プレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営でした。死は特にありません。そうですね、5番さん、7番さんで霊能死は把握。もう6番さんは、うん、もう俺ほぼほぼ偽で見てるけどな。6番さんの占った発言。6番さん、占ってって言ったことは6番さん強靭なんじゃないのかな。うん。6番さんが狼だったら神ありかなしかっていうのは判断できると思います。っていうことで6番さんがそういった発言破綻したのは6番さん強靭で5番さん7番さんの中に狼出てるんじゃないかな。うん、って考えると今日57ローラから入った方がいいと思う。6番さんの発言破綻っていうのはちょっとぶっちゃけもう見逃せない。うん、7番さんを占って7番さんが白でしたっていう発言はちょっと見逃せないから、うん、6番さんが狼だったら多分神ありか神なしか把握していることから6番さん強靭なんじゃないかな。で57に狼がいると思う。だから俺今日霊ローラから行きたいな。以上。1番のプレイヤーは発言してください。まだ一応追ってますよ、私は。6番さん、村人仕様から、まあ確かにね、7番さん占って。でもこれがね、7番さんじゃなくて、私とかはね、それ以外のところに2番さんとか例えばね、あったとして、それでも2番さん占ってって6番さん言ったかもしれないじゃないですか。でランダムで左隣って結構なんかレアなケースになったと正直思いましたけど、一応私は6番さん、真の可能性も一応追ってます。でね、うん、まあちょっと9番さん、絶対占いまた後で出てくるだろうっていう感じの発言だったんですけど、うん、やっぱり皆さん目線6番、やっぱ偽確定に見えるのかな。一応私、チームを追ってます。で、まあ今日は霊能の裏でいいと思いますよ。2分の1人外釣れるんでね。で、57どっちにしましょうかね。まあどっちでもいいと思ってますけどね。でも7番さんの方が、まあ締めを取ろうという感じはしました。だから5番さんに言おうかな。2番のプレイヤーは、発言してください。9番さんと1番さん、霊能ローラーをしたいんですか？もう私5番さん芯切ってますけどね。5番さんずり7番さん芯決めちゃいいと思いますよ。うん。なんで5番さんのとりあえず霊能使用しときますかってワンテンポ空いてとりあえず霊能使用しときますかっていう発言で新名を見れるのかわからない。91かなり印象悪いですね。1番さんはまだ対抗の、6番さん対抗出てないので新名を切らない。この発言もよくわからないが、まあ、人外ではそういう発言はしないかなっていうところですね。で、9番さんが57ローラーを持っていこうとしてるのがよくわからないですね。うん。もう今日は、まあ、とりあえず盤面確定してから考えるか。でも9、吸盤さんすごい臭く感じたな。めちゃくちゃ臭く感じた。とりあえず霊能ローラーまで持っていかないと勝てないなって踏んだように見えたな。3番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。占い師でした。4番さんが白で出ます。だから4番さんは私の中でマックス強靭だけど、まあ占いも対抗が出て、霊能もされてるから、まあ5番さんは占いじゃないかなって。どうなんだろう、誰だっけ？ 6番さんを強靭目で置いた理由はなるほどと思ったけど、6番が強靭であれば、7番さんって霊能で出ないと思う、狼で。7番さんだって、7番さんがさ、6のさ、破綻してしまった占い師が出てさ、7番さん、霊能で出るかな、狼で。7番さんの立場で。普通に黙ってると思う黙って6に指摘して、霊能で出ないと思うな。てか、狼、霊能、どうなんだろうね。6が、でもね、6って5番さんってさ、別になんか演技臭いかっただけで、特に何の、話もしてないじゃん。今日打率るみたいなことしか言ってないのに、6は5に対して進行してくれてありがとうみたいなこと言ってて、5番って進行したら何かと思ったから、5、6、どうなんだろうな。6番さんはそういう意味で強靭っぽいのかな。5番さん、進行してないのに進行してくれてありがとう。これ何なんだろうな。それが気になったな、5、6で。7番はロー目低いんじゃないのと思うけどね。どうなんですかね。まあでも、霊能ローラでいいと思います。2番さん、9番さん怪しいって言ったけど、9番さんが6を強靭じゃないかって言った視点が、なるほどとは思ったけどな。だって、狼ってわかるでしょ？神槍か神無しか。神が発生しなかった時点で乱視を把握できるはずだから、そういう意味では6番さんは結構興味が高い。考えると5、7に狼がいる。狼目が高いのはちょっと正直5かなと思って。かな。7番さんが2番目で出る理由はないと思う。4番のプレイヤーは発言してください。村人陣営だでもいいや。でも5番狼だとあんな動きするから、逆に余裕があってしてるのかもしれないし、それは2周目聞かないとわかんないよね。まあ1周目あんな感じだったし。で、6のシーンは追いづらいよね。でも、誰かがその左でレアケースって言ってたけど、3番も俺なんだよね。左ってランダムで出るか。レアではないか。でも俺もなんかレアケースだなと思った。で、俺9番普通にその6番強靭置きの理由、あ、なるほどねって思って、いい視点だなって思ったんですけど、2番はそこを霊能ローラに持っていきたいのかなみたいな。でもまあ9番さんだったらさ、3番も出てなかったし、2番さんもだ、3番出てなかったから、わかんなかったよねってところだけど、まあ2周目の発言聞いて、霊能行くなら行きますね。占いはまあ正直6のシーンはないけど話聞きたいね。5番のプレイヤーは発言してください。こういう22場面ってあれちゃう？狩人出てグレー詰める場面ちゃうんけちゃうの？そうじゃないの？なんか前そうだった気がするんだけど。霊能羅からなんですか？狩人出してグレー詰める場面じゃないのか？いや俺はよく分かってないけどね。前の村がなんかそういう感じだったんで22進行の時ね。で、あと俺がとりあえずって言ったのは1周目の1番手だからね、そこら辺把握してほしいね。なんか、とりあえずって言ったのをちょっとなんか、叩かれたんですけど、いや、1発目だからどうしようかなと思って。なんか2周目で出ていいかなと思って、そこら辺ね、っていうので、とりあえずって言いました。で、2番さんは、俺が2番さんをちょっとさ、おちょくったからってさ、芯切る。これはないよ。これは黒いね。しょっぱなから切ってる。黒い要素として上がっちゃうやから2番が村だったらそこら辺はちゃんとした発言してください。で、まあ、9番あたりは、6を強靭として見てるなら別にもう6でいいんじゃない？って思うけどね。そこまでみんな、だって最終的に3、6比べてもどうせ6を2攻めに置くんでしょ？だったら初日に決めちゃってっていいんじゃない？まあ、俺はね、確定人外の7から言ってほしいけどね。なんかこの村はどうせ絶対もう6を2攻めで見るでしょ。なんか、人外も、なんつうんだろうね。村も陣外もみんな6で2攻めるでしょ。だったら、6の新名を追えないんだから、もう初日に切ってもいいと思うよ。切るならここでしょ。5狼すごい納得だな。って感じかな。まあ、とりあえずね、ロラからいくら7から言ってほしいけど、狩人出て、グレー詰める盤面ちゃうんけって思うよ。7番はあと誰か言ってたな。俺が偽っぽいから出たんじゃない？後から出る意味。6番。のプレイヤーは発言してください。はい、対抗の3番さんが出た時点で、自分目線も3番は人狼確定というふうに思ってます。で、強人は5、7のどちらかというと5番さんの方が強人目高いのかなとは思っています。で、5、7ローラーですか。人狼確定って言いましたね。はちょっと私はあんまり賛成できないですね。5番さんの方がやっぱり興味高いと思うので、5番さんを釣りたいなとは思っています。で、57ローラーを言った、9番さん、ちょっと怪しいのかなと思います。はい。7番のプレイヤーは発言してください。はい、2周目ですね。よろしくお願いいたします。5番さん、強人で思っておりましたが、ちょっと今の発言で人狼もあんのかなと思っちゃったかね。6は必ず偽で見ている。で、6番が強人っていうね、線で追って、ワンチャン芯ついたらいいかなと思って6から行こうみたいなね、そんな発言もあったので、発言っていうかね、6から行けみたいな、行かないのみたいな、もしくはグレー、カリュウでっていうね、発言。あったので、ワンチャン人狼もあるかなとは思っております。で、6番さんの今の発言、3番さんが人狼確定、で、57が強人、で、57の占い、レノロラはやりたくないけど5番さん釣りたい。話がブレブレでございますね。なんで、5は人外確定なんですが、6番さんも人外でもいいと思いますよ。これは正直言っちゃうと。僕釣りてもいいな。もし人外だったらね、また左隣とかじゃなくてね、別のとこに白とか言うと思うんですよね。わかんないけど。あえてわざわざ左隣で言うかなわかんないけどね。これはちょっともうその推理はやめた方がいいと思う。それぐらいかな。今日は、俺全然5番さんから言ってほしいですね。6番さんはワンチャンね。ワンチャン。100% 中は 5% ぐらいですけどね。芯はあるのかなと思ってるんで、今日は5番さんに言ってほしいですね。っていう話。で、あと誰だろうね、他のグレイチなんですが、そうだね。1番さんは割と6番さんを擁護していたのかな。なんで僕的にはね、あんま出てこなかったけど、なんか1番さんはちょっと一番怪しく見えるかね。9番さんは割とね、なんか精査しようとしていたのかな。で、2番さんは2番さんで6を偽で決め、5を偽で決め打ってくれたのかな。なんだよ、でもグレーだったら1番が一番怪しいかな。とりあえず今日は5いってください。以上。8番のプレイヤーは発言してください。9番から言うと、6番を強人と見るから57ローラーの方がいいっていうのは完全同意だね。1番に関して、1番っていうのは、6の芯を、切っていないという発言だから、1番狼であれば、16は切っておいた方がいいと思うよ。っていうのだけ言っとく。だから1番さんは狼ならば、狼の行動規則に反している行為をしているから若干白くは見えているとは言っておく。っていう感じかな。もう6つっちゃうか。7芯決め打ちにした場合っていうのは、もし5番が狼である場合っていうのは、それは結構首を絞めている行為だから、27狼でしか成立をしない発言をしていると思っている。で、6番に関してなんだけれども、57ローラー納得できないって言ってたけれども、これは興味高いかなと思ってます。狼いるのが分かっている強人に見えてますね。で、あと3番にも言及しちゃうけど、一応ね。4番はマックス強人って言ってたけど、22だから進路を見ない限りっていうのは、4が絶対村だからね。村陣営だからね。6番はしてなかったら3の偽も追ってたよ。だから、マックス強人っていう言葉はあんまり対応しないように気をつけた方がいいと思ってます。で、メタ考察が横行しているが、6の強人名も高い理由として、このレギュレーションに慣れていない。信仰についての知識があまりないような話しぶりだったから、強靭が高いということを理由として挙げておきます。メタ発言したのは、勝間さんじゃない？僕は話し方こそ印象悪いけれども、言ってる意味は普通に分かったよ。7の方が偽名が高いと思ってる発言内容からは以上。9番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。今追ってる盤面としては、345の3人外、もしくは256の3人外。まず345の精査からね、5番さんはグレーを詰めたいと言った。5番さん、5番さんのグレー冷たいっていう発言はめちゃくちゃ狼目に感じたかな。5番さん巨人だったら全然つられに行っていいと思ってるから。で、5番さんの人道に置いた場合のグレー詰めるっていうのは、912なんだよね。912の中で、なおさらここからカリウドが出てきたら2分の1になる。そう考えると5番さんっていうのはもうほぼほぼ相方を釣りに行ってるようなもんなんだよね。だから3番さんが4番さんで囲いが発生して4号狼の3強人かなとも思った。で、256なんだが、2番さんと5番さんにバチバチにラインが切れてるんだよね。なんかライン切りにも見えた。2番さんは 初週から5番さんの芯を切る。5番さんは2番さんに対して雑な殴りをしたからそんなに芯切らなくていいじゃんみたいな。めちゃくちゃラインを切ってるように思える。だから、今追ってるの人は、1番目に345の3人が、2番目に256。どうなんだろうね。6番さんね、1周目臭かったから2周目ね。2周なんかその自分の発言破綻に対して何も言わなかったんだよね。人外だったら慌てて、マジごめんなさいとかなんかそういうの言いそうなんだよ。いやー、その推理どうかな。どうなんだろう。6番さんのさっきの1周目の発言っていうのはかなり黒要素だからね。6番さんが人外だったら、なんかめちゃくちゃ言い訳しそうな雰囲気はしたけどな。で、2番さんが俺に対して1周目5番さんを釣りに行かないのが黒いか。俺5番さん、俺結構黒軸に絡んでると思うけどな。俺5番さんから行きたいかな。1番のプレイヤーは発言してください。結局例の片方釣るっていう流れですね、これやっぱり。9番さんはもうね、いや、村かどうかわかんないですけど、いや、でも意見聞いてると、なんか考察、なるほどなっていう点もあるんでね。9番さんはかなりグレーでは白く見えてます。で、6番さんはなんか5、7どっちも釣りたくないで、私目線は3番さん人狼確定。人狼確定するんですかね？ちょっとそこがよくわかんなかったですね。っていう点で、6強人、5、7どっちか人狼出てる可能性は、ちょっと追ってしまいましたけど。っていうとこです。で、5番さん、昨日はね、5番さん釣ろうと思ってたんですけど、5番さんカリウド出てどうのこうのっていうのは、なんか納得って感じだったんで、今7は入れようかなと思ってます。ごめんね、7番さん。すまない！ 2 番のプレイヤーは発言してください。今日の釣りは、霊能から行くんだったら5番さんですね。5番さんはもうめちゃくちゃあやふやすぎる。グレーから行きたい。6釣ってもいい。なんかすごい生存欲の高いね、狼っぽいですね。なんか辛労な感じはしますよね。で、1番さんからようやく指摘があったけど、6番さんは対抗狼確定といった。よくわからない。7番さんは1怪しい。まあ、霊能界行くんだったら5だけど、まあ6から行ってもいいとも思うけどね。新キル進行ならね。まあ、ただ、まあ5、6、硬いんじゃないかな。で、345の人外追ってるのが9番さんか。345の人外で45狼で見てるな。で、3番狂人。3の偽予想言ってたかな。ちょっと無理があるんじゃないかなと思ったけどね。素直に考えれば、5番さん狼で6番さん狂人と。で、太鼓のことを狼と言って自分の興味を下げたんじゃないかなって感じがするけどね。あと、左隣だからレアとか考えない方がいいですよ。確率で言うと全部同じなんでね。そんなん言い出したら、考察に濁るんで、初日のランダム要素を推理にするのは良くないと思う。5番さんの私への過剰反応はなんか狼っぽいけどね。とりあえず5番さんつって、7番さんの色見るって感じでもいいんじゃないかなとも思うけどね。あとは、グレーだと、9番さん、ちょっと無理があると思ったけどね。まあ、5がグレーに行きたい相方の首を絞めてるから、そこだけで考えるのか。ちょっとレア気多いすぎと思った。8番さんはメタの発言したけど、でも8番さんが一番最初メタの発言したっていうのは覚えておいて。3番のプレイヤーは発言してください。いや、普通にレロラでいいと思うな。レロでいいと思います。皆さん好きな、西だと思う方の霊能入れていけたらいいと思います。で、グレーね。まあ、8番さんに言いたいのは、マックス教授はおかしいって、じゃあ、ローローは出てないって言い切れるんですかっていうとこ聞きたいよね。ローロー出てないってあなた言い切れるのっていう。いろんな視点を追っていかないっていうのは正直無駄がないと思った、8番さんは。で、9番さんは、でもな、9番さんどうなんだろうな。なんか6の芯も追い出したところが、ちょっと、自分目線は嫌だった。正直なね。まあ、8番さんもかな。嫌だったけど、265、345、57比べて5番を2セって思った理由とかも言ってもよかったんじゃないかなとは思うかな。いや、ちょっとなんか濁ったな。私結構2番さん、グレーだったら2番さんが黒いかなって思ってたんだよな。1番さんは、全顔確定がよくわからない。うわ、これ出た方がよかったな。やばい。ちょっとね、1周目は結構なんか2番さんの5殴りが結構なんか雑だと思ったんだよね。なんかとりあえず霊能と言ったから5番さんの芯を切るって早くねって思ったんだよね。2番さん。だから、結構ね、狼同士で初旬のライン切りってあるから、それかなって思って2番さんが初旬だとグレーでは怪しかった。口頭じゃないとダメって言ってましたよね。一番さんは、1周目の時に、6番さんのシーンも追ったから、それって、新占いに対してヘイト買う行為だから、まあまあまあ、するのかなと思って、9番さんは、なんだろう、6番の今日追った理由をちゃんと言ってたから、結構ちゃんと考察してんなっていう、村っぽいな。8番さんは、占われそうだな。8番さんと、8番はグレーっていう感じだったんだよな。まあ今日、4番のプレイヤーは、発言してください。いや、3も怪しくね。3も怪しいと思うの俺だっかな。もしもさ、まあ、考えすぎかもしれんけど、6が残念な真の占い師だとして、で、5はさ、なんかもう6が2セット思うなら6つって色見ればいいみたいに言ってなかったっけ？それって6が2、ね、真っていうの分かってんのかなみたいな。で、3番もさ、霊能入れたいとこ入ればいいんじゃないみたいな。自分の意見言ってないじゃん。結局どっちに入れるか。で、3、5繋がってたらさ、って考え出すよね。で、9番さん345って歌がったじゃん。で、3番もさ、俺占ってしろって出してるから、345って歌が普通だと思うんだ。うん。3番だって結局、なんかね、なんか変、どっちつかずのね、あれっていうか、なんか5をかばってるように見えるんだけど、その2が叩いてたからみたいな。って思うんだけどな。確かに6のさ、シーンはもうない、同然だけどさ、6が残念な、本当に残念。まあ残念とか言っちゃダメだけど、占い師だったら、って思うんだよね。だから5は6に行くって言ったか。そんな村がもう6進ないっていうぐらいなら6つった方がいい。黒出しされた場合って潜伏カリードって出ていいのかな？で、3が偽っていうのは知ってるから。やっぱ9番は白いと思うんだ。俺もその考え、途中で思ったんだよね。3番結局言ってないし、どっちか。出ていいよね。多分そのための潜伏ですよね。俺は、考えすぎかもしれんな。考えすぎかな。5に入れようかな。信じてもらえない可能性もある。まあ2もね、9はそれはレアケース多いすぎって言ってたけど、まあなんか怪しいと思うんだよな。明日噛まれた人のカレード疑わなきゃいけないから、ね。だね。5番のカリっていうのも多分信用してないからみんな出ない。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。最高が出たらか。5番のプレイヤーが選ばれました。5番のプレイヤーは。ああ、心霊の映っちゃって、ポンコツブラが。まあね、これはね、別に冒険じゃないから、ね、俺のね、愛のある意地だからね。まあ、1と8は、これはもうね、無駄だな。まあね、7が狼だったら出てくるかな。狂人、占い狼。3、4ワンチャンあんじゃない ?6 シーン、7狂人。でもどうせ多分6だってさ、新切り進行ないでしょ、どうせ。と思うけどね。まあ7番の色見たかったなマジで。てか、なんでグレー、カリエロ出てグレー詰める場面ちゃうんけ。なんか俺前の村でそういう進行だったらそっちがめっちゃ強いとか言って。で、誰が言ったけど、相方の首絞めるなら俺のこの言葉はさ、白くなるんじゃないの？なんかそれが黒いみたいに言われたんだけど、逆に白くなるんじゃないの俺。9番あたりじゃない？ 9 番怪しいな。2か9だな、相方は。7の色みたい。夜が来ました。目を閉じてください。狩人は目を開けてください。狩人は守る相手を選んでください。誰守ればいいんだろう。1とか。占い亀ないんじゃないかな。1守っちゃおうかな。占い噛まれないんじゃない？さすがに。うっちゃぶ出る気がするけどな。3噛まれたらもう土下座。朝が来ました。昨夜死んだのは。ほう、旧神か、惜しい。9番。旧神はちょっと考えてなかった。1番のプレイヤーは発言してください。5白、2白。ロックマンさんの占い結構、あ、1白、青。うん、私白い。でも私占ったんですね。わかりました。2白。とりあえず、7番さん目線は5番さんが狂人。なるほど。占いにね、占いじゃない。霊能にね、狼、6番さん強軸毒のであれば、ね、霊能に狼出てるんじゃないかなっていうふうに9番さんもおっしゃっていて、私もそうだと思ってたんで、5番さん、そうか、白か。ってことは狂人？じゃあ、7番さんでしたら占いに、じゃあ、狼か。いや、今のところ、例のルラでいいと思ってますよ。7番さん、決め打ち。いや、ちょっと僕は怖いですね。2番のプレイヤーは発言してください。一応遺言に触れとくか。5番さんの遺言、7番さんは狼がないと思うって言った後に7番さんの色見たかったけどなーって言った。これ矛盾じゃないって思いましたよね。7番さんのことはほぼほぼ狼いないと思ったんだったら白しか出ないよね。あとグレー行ったらね、白く見られるんちゃうみたいに言ってたけどね。じゃあそれを逆手にとってグレー行きたいって適当に言ったんじゃないのって感じだよね。5番さん支援はもうほぼないと思うけど、でも5番さん白なんだね。狼かなと思ったけど。ってなると6番さんがやっぱ太鼓のこと狼確定って言ったのは6番さん自身が狼だったからかな。6番さんに質問です。1番さんを占った理由を教えてください。3番さんは昨日私占いそうだったよね。まあ私の結果を見てどう思ったか教えてほしいかな、3番さんは。6番さん、4番さんか8番さん占ってほしかったけどね。あるいは9あたりとかね、占ってほしかったけどね。1番さんは最白だったと思うけどね。理由を教えてほしいかな。7番さんの確定進行ってよりは、6番さん新切り進行してもいいと思うけどね。6釣りでも良さそうな気はするけどね。7番さんのことを新確定っていう場、言うんじゃなくてね。いや、待てよ。カレイド出てないのか。あ、じゃあ7、ローラーか。ローラーした方が安定か。そっか。どうせ噛まれると思ったけど、わかんないのか、狩人の護衛先が。とりあえず今日は7行くか、安定で。まあ7のこと死んだと思うけどね。まあただ、新規滅進行でクルゴは出てないからね。7釣りでいっか。3番のプレイヤーは発言してください。いや、今日はもう7行こう。ちょっとね、安定進行大好きマンなんで、自分、安定進行トライで負けたときだったから、7行くわ、ごめん。で、まあ、2番さんで白が出たときに、ごめんって思った、普通に。なんか、人狼説めっちゃやってるとさ、なんか初日に狼でライン切ったりとかして、ここ初陣狼じゃないわ、ライン切ってるから狼はないね、とかって、自分で考察してそこが外れたりとかしてたから、結構2番さん黒いと思って。違ったわ。ごめん。疑心暗鬼になってくなって思う。人狼殺やってると。2番さんは白が出た。マックス強靭だ、2番さんも。4番さんもマックス強靭だ。マックス強靭だ。6ね、どうなんだろうね。なんか強靭臭かったけど、なんか5番さんに対して、なんか興味が高いって言ってたじゃん。5番さんって占い行こうとしてんだよ、6番。5番さんが強靭だったら、5番目線6がロー硬いから、6いかないでしょっていう考察にはならないのか、6番さん。わからん、6が強なのかローなのかわからん、マジで。って感じ。今日は7いきます。4番さんに言いたいけど、どっちでもいいって言ったのは、もう霊能ローラだから。言ったじゃん。私は霊能ローラでいいと思う。霊能ローラしようよって言ってたから、どっちでもいいのよ、正直。ごめんだけど。霊能、新霊能にはごめんだけど、どっちでもよくて、もう2人とも釣って、一人外釣れたっていう状況にするっていうことが大事だと思ってる、自分は。で、4-2は、まあ、白って出てる。だから、私がした黒見つけられたら、そこ釣って終わんなかったら、6釣って終わりっていう感じ。でも白出ても一緒なんだよな、正直。白出ても一緒。それはわかるよね、意味。7釣って、私が黒出たらこっちって、終わんなかったら、もうね、6が黒になるっていう、そういう感じかな。なんかね、8番さん怪しいんだけど、8番さんって正直、私ぶん殴ってきたから、しかも後半でね、だから白いかなと思って見に行ったんだよね。4番のプレイヤーは発言してください。もうなんや、マックス強靭ってお前やめろ。マジで。マックス強靭や！ほんと嫌なんだけど、それ。俺黒だと思ったんだけどな、リアルに。でもじゃあ、強靭ってことは、だから5が狼で、3もワンチャン狼でって、もうそれはいっかもう。安定でいくなら7でいいんじゃない普通に。待ってよ、1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6。まあだからさ、6番さんはなんで一番占ったのかっていうと、3番、7番、5番をどういう目線で見えてるのかっていうのを教えてほしいよね。まあ占ったとかもどうでもいいからさ、3番もさ、もうちょい、3番の2攻めがあるならさ、もうちょい上げたりとかさ、ちょっとわかんなくなってきたな。9かまれると思わなかったな。かまれるよねって感じがしたんだけど。白かった ?6 番。すげえ SG だと思ったけどな。発言してください。私が一番さんを占ったのは、まあ、一番さんが、自分にすり寄ってきている、そういう感じがしたので、人狼臭いなと思って、占ったら白でした。で、私が5番さんをどう見てるかっていうのは、まあ、私7番さんを最初に、ランダムで占って白が出たので、対抗で出てきた5番さんは、強靭なのかな、話し方とかそういうのも強靭なのかなと思いました。5番白だしね。それで、自分としてはですね、3番とのラインを今考察してるんですけど、2番が怪しいかなと思って。7番のプレイヤーは発言してください。はい、2日目ですね。よろしくお願いします。5番は白と出ました。5番さんは白でした。強靭ですね。まあ、5番さん目線あれじゃないですか。今日は絶対霊能占いに行くことをですね、前提として言ってもこれは大丈夫だろう、締めかするかもしれないというところで、6ずりあってとかグレーずりを押したんじゃないでしょうか、といったところですね。で、結果5番さんは白でございました。でね、6番さんのね、2日目の占いのね、これスピードであんまり僕言いたくないんですけど、6番さんの1白っていうのはね、俺相当きな臭いと思いますよ。初旬の占った発言と1番さんへの白への遅さ。普通に6-1かなとは思っちゃいましたけどね。もしくは、8はどうなんだろうね。8もワンチャンあるけどな、どうなんだろう。まあいいや。3が黒だったら3-2とかじゃないわかんないけど、6-1、3-2、両方じゃないですか。なんか2日目でなんか、人狼の方は囲ってると思いますけどね。だから俺、4でいくと4-8は割と白いのかなと思いますが、どうなんでしょう、これは。わかりません。僕釣りですか？僕的には今日6番行きたいんですけど、ダメですか皆さん。6釣って僕は色を見たいと思います。でね、2番さんの発言気になったね、6ね、新切り進行で、もしね、もしだよ。2番が人狼で、6が真と知っていると。となった時に、俺がもしね、真だった場合、で、2番3目線さ、5、7どっちが真が分かんないね。その時に6番が白って出ちゃうと、2番3目線ちょっと通話悪いのかなと思って、途中で切り替えたっていう線も俺は追っている。だから全然3に割ると思いましたね。っていう話。うん。ああ、俺生き残りたいな、マジで。今日6行きたいんですけど、ダメですか皆さん。6シーンをいる方います？うん。で、俺ワンチャンさっきだけで3に割ると思ってるけどね。なんか2番さんさっきの臭かったなと思ったから。うん。で、6が黒出たら、あそれでもいいし、6が白だったら3。8番。のプレイヤーを発言してください。スムラ使用します。スムラです。今日、狩人がいるならば3を超えしてください。指示をします。今日は7を処刑します。6がこのレギュレーションに不慣れな感じが強靭に見えていることより、7が5に白を出しているので、7はおそらく狼でしょう。5の発言は話し方こそ印象悪いが、特におかしな点はない。なんでスムラ使用したんや。7の発言はほぼほぼ雑談。狩人に死を促さなかったところも2攻めになってる。発言数かなんて構えやろ。5が強靭ならば、真の7番よりも無理な発言をしてる。うん。7、神懸念してないですよね。6番の色を見るって言いますが、神懸念全くしてないんですね。で、3番目線っていうのは、現状グレーが2なので、1、8、どっち占ってくださっても、村視点では確定する。自分視点っていうのは3番を真と置いたとき、1番、狼確定です。うわ今日1守りたかったな。真境ならばね。狩人がいるなら4かなと思ってます。マス化して悪いけれども。グレーにいたら狩人使用すると思ってるから、それが最大のムラリだから。まあ、おそらく4番さんは、白を刺さってたから出なかったって感じですかね。なんで狩人の推理しとんねん。だからこそ別に4番は使用する必要性が全くないからね。今日は3番を護衛してください。護衛してなかったら、レンガなしだけど、もう3番護衛絶対護衛してくださいね。っていうくらいです。17狼かなと思っています。以上。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。7番。のプレイヤーが選ばれました。4ローもありそうなんだよな。今日1守りたかったけどな。7番のプレイヤーは発言してください。あのさ、8番さんに言ってきたい発言すっかすかっていうのはちょっと暴言に近いものがあるんじゃないでしょうか。俺ちゃんと言ってたと思いますけどね、最後に残すね、なんだ情報として。2番さんが6進行移行として貯めた理由であったりとかね、言ったと思いますが、どうなんでしょうかね。わかんないですけども。まあ、これね、グレーにいるんでね、8、1、2、多分俺4はないと思いますけどね、4番発言的にも。うん、だから8、1、2、うん。で、3、6どっちか人狼。で、俺的には6番がほぼほぼ人狼だと思います。なんで6をね、真切れないのか、皆さんの方が僕はね、不思議でしょうがないんですが、特に3番さん。なんで3番さんは、6が人外って分かってるんでしょ？だったらなんで6を釣り押さないんでしょうか？だってあなた目線さん、安定進行ってから6は人外分かってるんでしょ？よく分かんないけどね、本当に。以上。夜が来ました。目を閉じてください。狩人は4号Aでいいな。狩人は守る相手を選んでください。占いは噛まれないでしょ。を守ってるっていうそうして今日いやないよな。噛まれたら別にそれはもう一人占い噛めばいいもんな。いや4そんな守りたくないな。別に白いと思わなかったけどな。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。はい、神。久々に神声来ましたね、これ。1番のプレイヤーは発言してください。3は1、私に黒。2白。なんで2は、白角ですね。うん。ということは、3番さん目線。5、7どっちか人狼落ちてるかわかんないけど、私、狼で、6番さん、新宿あんま考えてなかったですね、正直。6番さん、新か。隠しを作ってるし、ね、よく考えたらね、2番さんに。ということは、ちょっと、ちょいちょ。はい。ということは、2、白で、6、新、1。まあ、とりあえず今日は3番さん釣ってほしいですけどね。その相方になると4、8なんですけど。でもなぁ。どっちなければ。いや、4番さん、でもだって初日から、いや、そのランダムの確率考えても3番きな臭いとか言って、4番さん、狼やったら、そんな発言ないと思いますけどね。っていう意味では、8番さん。5、7で落ちていなければ、8番さん、3の。これ借り出しをしてもいいよね。相方8か。いや、3番さんでワンチャン終わるんじゃないですか。2番のプレイヤーは発言してください。私、狩人ね、私、狩人。4番3守り、4番白角、私も白角。1か8。まあ理由はいいね、言わなくても。まあ知りたかったら試合終わった後聞いてください。8番さんね、3守ってなんていうのは何の意図があったのか全くわからない。すむらしいよも全くむらりがない。1番さん、結構なんか焦ってる感じあったけどな。今日は1か3ね。1か3。今日の選択肢は1か3ね。どうすかなー、これ。1番さん守りたかったと思ってたけど、なんかすごい今、黒かったよな、発言。なんか、4グッジョブ知ってるような感じはしたんだよな。ただ、6番さん、6番さんが2白。私に黒でも出してくるとも思ったけど、6番3目線どこを狼か教えてほしいよね。いやー、すげえ黒いと思ったなー。どっちにしても6番3のシーンは見れないからなー。1行くかー。1番3のすむらしいをカリードは3守って発言。全くムラリがなかったが。4狩りをすかす。全く行動に意味はなかったが、黒いとも思えないんだよな。1釣るか、今日。4番さんにも聞きたいけど、1釣るつもり。3番のプレイヤーは発言してください。もうなんで悩んでるのか全然わかんない。私がいつを占った理由は、7番さんって初旬かな。初旬にね、いつ怪しいって言ってるの理由もなく。でさ、7番さんって昨日めっちゃ生存力あったじゃん。6番さんを京都置いたときに、霊能に狼が出てるって考えたら、7番さんの狼が結構高かったなと思った。5番さんって狼であんななんかちょっとふざけた感じ出さないかなと思って。で、7番さんが狼だった場合、1番さんを理由なき白置きしたから1番さん怪しいと思った。で、私目線、偽占い師の6番さんが、2日目に白を出している。だから、私目線は6一ロー、7一ロー、どっちもあるわけよ。狼が2日目に狼を囲ったか、狼の霊能が初日に雑なジャブを狼に入れて、狼同士でそういうの入れて、自分はさ、霊能でさ、7番さんが狼だった場合、いなくなっちゃうわけでしょ、霊能されたら。なって時に、アーショ戦は、なんか、そういう伏線。でもここ殴ってたから、ここは黒ないよなっていう考察をさせたいのかな、みたいな。で、一番さ、占ったわけよ。まさ黒。やっぱ6強かな。6狼だったら黒出しそうだしな。っていう感じ。そうなってくると、6強がなんかすごいすんなり。わかんないけど、6は神強だな。3は神狼だな。なんか言いたかったんだけど、ちょっと忘れちゃったな。7番さんは、こう白だから、7番さん目線は、単独に。まあ、普通に1。神梨が考えちゃダメだよ。1番さんが6いったら終わりよってだけ言っとく村にはね。2番さんと4番さんと8番さん。神梨とかいうシステムほんま。1番さん行って終わらなければ、6いったら絶対に終わるぞ。4番のプレイヤーは発言してください。16なんじゃないかな。それ安牌かな。だって1もさ、1号じゃない？いや、じゃあ1号ないのか。17か。なんか俺まで怪しんでた。17もちょっと考えづらいな。16なのかな。俺はないでしょ、普通に。うん、てかもっと反発していいと思うけどな、自分が村なら。3万2000じゃん。6号からやったな、やつむずいな。なんかうん、でさっきの8番がなんか言ってたよね、仮の話。4番がどうちゃらこうちゃらみたいな。そのおかげでグッチョが起こったんじゃないかな、みたいな。狼俺が狩りだと思って俺を神に来たんじゃないかなっていう。それ考えすぎかな。8番がなんか言ってた気がするんだけど、8番のおかげかなとか思ったりして。もう今日1からでいっかなって思うんだけど。6が狼だったら2白出してる場合じゃないんだ。これ1からでいいと思うけどな。8番はどうなんだろうかな。6番。6強だったら、発言してください。自然なんだよな。はい、2番さん、占って白出ました。2三の囲いがあるのかなと思って。7狼だったら5人黒出してる気もするけど。2番さんは狩人だったんですね。で、グッジョブ足してもらってます。で、今は、偶数進行に1、2、3、4、5、6になっているので、で、今日すれば大丈夫なのか。それで、私目線ですね。3番さんと8で、今は考えてます。次は、3に行って、で、8、7って終わり。3の1黒は、8番のプレイヤーは発言してください。6番は8すら使用してるのに占わなかった。これが偽要素。占い柱になる以外ないから、狩人出てない状況下だったから。61狼7神5強、61狼5神7強、17狼6強。まあこの3パターンかなと思ってるけど、17狼かなとは思ってる。5に白出したところが。っていうくらいかな。でも6で囲ってて出るかな。6番は芯を切られている状況下だったから、3連紙するのが安牌ね。それだけ言っとく、1番さんには。67どっちが狼か分かんないけど、16か17どっちかだけど。で、自分のブラフに乗じて、まあいいや、これは。いらんわ、そんなブラフ。3番でワンチャン終わるって言ったんだよね。これは破綻発言なんですね。説明します。3で終わるならば、霊能に狼が出ていることになる。とすると、7番は5番に白を打ってる。ので、1番目線っていうのは37狼を主張していることになってる。37狼ね。ならば、6番は7番に白を打ってるから、1番目線っていうのは新占い師不在。あなた、新占い師なんですか？うん。遺言で新占い師使用してみてください。ってくらいですかね。まあ、1番さん目線、新占い師どこに潜伏してたのか。まあ、9番さん噛まれてるから、透けてたんですかね。俺が9番さんの新占い師が透けてて噛んだみたいな感じですか？っていう感じです。今日1番投票しましょう。ありがとうございました。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。1番のプレイヤーが選ばれました。1番のプレイヤーは発言してください。わかりましたよ。確かに57に狼が出ていないですね。確かに私目線。となると38ですね。で、517ラインがどうのこうのっていう話もあったんですけど、私、7番さん、初日から釣ろうと思ってましたからね。まあ、それは言っときます。で、4番さんが、4番さんが、1番がなんか4を疑い出したって言いましたけど、疑っちゃダメなんですかね。てか、疑ってたら疑いましたけど、初日の1週目の段階の発言をね、いきなりもし囲われてるとして、あんなぶったたかんやろって意味で4番さんやっぱないなって言ったんですよ。うん。なんで、3、8、とりあえず今日私釣られちゃったんで、明日は3釣って、8釣って終わりです。以上。間に合わないんだよな。夜が来ました。目を閉じてください。狩人は目を開けてください。狩人は守る相手を選んでください。自分守りできないかな。ありがとう。まあグッジョブ来たら面白いけど。2守り安定、2守り安定。朝が来ました。昨夜死んだのは2番。3番のプレイヤーは発言してください。はい、6番さんが黒でした。6番さん、狼で初日に破綻したんだね。それはちょっとびっくりだ。まあ、8番さん目線は自分の裏は分かってるから。大丈夫かも。まあ、じゃあこれ4番さんの説得になるか。なんだろうな。6番さんはね、例えば、6番さんって5の強目が高いって言ったじゃん。5番さんが強靭であれば、絶対に売らないロラには持っていかないんだよ。みんな、6番さんの芯を切ってるんだから、6番に行こうよって、5番の口からは強靭なら出ない、絶対に。そういう考察がおかしいんだよね、6番さんって。いう感じかな。この今日、いやでもね、6番さんちょっとびっくりだな。狼で破綻したんだ。BP だもんね。38だったら。なんだろう、女優なのか、ちょっと本当に、あんまりやってなくて、分かってないのか分かんないけど。割ればいいのにね。そう。61だったね。結構ね、71がね、濃いと思ったんだよね。7番さんってさ、6釣っていい。6が狼だ。5が白出たから、5巨人7目線。6が狼だ。3-1ローも、3-2か。3-2ローもあるけど、とか言ってさ、いや、7番目線3-2ローあったら6つダメでしょ、みたいな。思ったから、7番さんは、なんか、私6番強靭だと思ってたから、強靭を、ちょっと犠牲にして、生き残ろうとしてるんかな、みたいな。思ったけど、こうなったらもうわからん、5-7どっちが強靭かは。でも、強靭は頑張ったんだと思うよ。かなり。狼目を出して、頑張ったと思う。でも6番が多かったから、6番いったら終わります。これはマジ。マジマジのマジ。6番さんに行けば、楽しそうでいいね。村は勝てる。私に行ったら、村は負ける。ただそれだけ。っていう感じかな。村の皆さんを6番さんにお願いします。そうすれば村は勝てる。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。なるほどね。じゃあ6が狼。あ、無理か。やっぱ1番の言ってることおかしいもんね。霊能に狼じゃ無理か。3強はないもんね。3、8だったらもう終わってね、PP で。だから5番シーン、7強人の。3強だったら5、7狼になるから。おかしいんかな。6目線は7白出てて。6番はだってもう8黒しか打てないし、最初から、無理だね。もうおかしいしね。8番はもうね、村だったら絶対6ってなる。6でしょう。6番のプレイヤーは発言してください。もうちょっと信じてもらえない状況なのかなと思うんですけどもね。3番強靭だったら5、7狼になって、5が狼だったら7が5黒って言ってるし、7黒だったら6芯だったら7黒って出てるから、そうだね。もう勝ち目ないのか。もう終わりだね。はい。じゃあ回します。8番のプレイヤーは発言してください。そうなんですよね。6番目線っていうのはもう PP が起こってるから6番釣りは逃れられない、ね。自分茶番あんま好きじゃないんで6番投票します。ありがとうございました。投票を始めてください。いやー、噛まれてたらワンチャン危なかったんじゃないかな、僕が。怖いよ、8番さん。なんでスムラシをしたんだろう、あそこで。初日ならまだいいけど。狩人の推理もちょっと怖かったね。まあ、そのおかげで4番様漏れたんだけど。6番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。村人の勝ちです。OK！GG。まあそう、2番推理、こう4狩りが合ってたらどうしてたんだって話なんだよな、これね。まあ、勝ったからいいけど。本当に4番さん狩りだったらどうしてたんだろうね、8番さんね。ヒヤヒヤしましたね。まあ、勝ったんで、OK です。幸せなら OK です。7強感。すごい強人っぽかったよね。最後のヘイトの振りまき方がね。どっちもシーン見れなかったな。GG。まあそうですね。釣られた理由を村のせいにしちゃいけないね。僕もたまにやっちゃうんですけどね。グッジョブ。いや、いいグッジョブ出せましたね。まあ、狩人、まあまあ、自信なかったら出た方がいいだろうし、占われ位置。まあでも3番さん、僕の後だったからね、3番さんの発言先だと出ててもよかったですけど、占われ位置になるくらいだったらね、やめた方がいいですけどね。まあまあまあ、勝ったんで。OK です。GG。